ワールドアイシャーです。量子計算入門の時間がやってまいりました。イエーイ第2回目の今日は量子ゲートについて扱います。この量子ゲートは量子ビットに対して操作する一番基本的なアイテムのことです。そんな量子ゲートを今日ははいこの2つのタイトルで順番に説明していきたいなと思います。じゃあ早速本編へいきましょう。はいというわけでまずは量子ビットとベクトルについてやっていきます。とりあえず はい、書けました。量子ビットのベクトル表現っていうテーマで少しお話をしたいなと思います。まず、量子ビットが何だったかを思い出してみましょう。とりあえず、書いてみますね。はい、書けました。量子ビットっていうのは、なんか、α の絶対値の2乗プラス β の絶対値の2乗が1になるような複素数。こんな複素数、α、β を用いて、α0 たす β1 って書かれるもののことでした。はいで。これでいろんなバリエーションがあるんでしたよね。 例えば、1、0の場合は、0っていう確実に観測値が0になる量子ビットになるし、α と β が0、1だったら、1っていう確実に観測値が1になる量子ビットになったり、まあ、それぞれルート2分の1だったらっていうのを前回やりました。で、こんなふうに、量子ビットっていうのは、この複素数が変わってくると変わってくると、そういうものになっております。なので、逆に言い換えてやると、はい、書きました。 アルファ、ベータっていう複素数さえあれば量子ビットを表すことができますよね。なんで、もう真面目に0とか1とか書かないで、こ、は、れ、い、書けました。こんな風に、アルファ0たすベータ1っていう量子ビットは、もう0とか1とかサボって、アルファ、ベータっていう2次元の複素数のベクトルと対応させて考えることがあります。 というわけでね、まあそんなこと言われても、えどういうことって感じかもしれないので、まあ、まあとりあえず例を見てみましょう。はい、というわけで例のコーナーなんですが、まずはこの2つ見てみましょうか。はい、書きました。0っていうのと、1っていう量子ビットです。これそれぞれ係数明示してやれば、ほい、上の方の0っていう量子ビットは、1×0 ×す 0×1 っていうふうに書けるし、下の1ってやつは、 はい、こんな風うに、0×0+1×1 っていう風に書けますよね。で、この α の部分と β の部分を抜き出したやつが対応するベクトルだったんだから、こいつらに対応するベクトルを書いてやれば、ほい、10と01になります。なぜならば、ここが α、ここが β だから、α、β と並べて10。下の方は01っていうのを上から並べて01という風になります。 こんな風にわざわざいっぱいこうやってガーって書いてあげるんじゃなくて、ベクトルだけでやりますっていうことをこの後ちょっとよくやります。では、前回見た半々の量子ビットありましたね。あれもちょっと考えてみましょう。こんな風にルートギムの1かける0プラスルートギムの1かける1っていうのと、ルートギムの1かける0引くルートギムの1かける1っていうのを前回考えてましたね。 これ、それぞれ確率半々で0と1を返す量子ビットでしたが、これもね、さっきと同じように成分を抜き出してベクトルにしてやれば、はい、まず上の方は、これと、これを引っ張ってくるんで、ルート気分の1、ルート気分の1っていうベクトルになります。で、下の方は、はい、係数がルート気分の1と、マイナスルート気分の1なんで、ルート気分の1、マイナスルート気分の1っていう風なベクトルになります。このな風に、 まあどっちで考えてもいいんですが、量子ビットのことはよくベクトルにして考えて、で、線形代数でガガガーっていろんなことをやったりします。というわけで、ここまでは基本の紹介でした。では、次の黒板で、このベクトルでの表現を利用して、量子ゲートをいろいろ見ていくことにしましょう。はい、というわけで、この黒板では、量子ゲートの行列表現について見ていきます。まあ、ちょっとほぼタイトルがネタバレなんですけど、実は、ほい。 こんな風に、量子ゲートは行列で表すことができるんですよね。まあ、これもちょっと何言ってるか分かんないかもしれないんですが、例を見ながらやっていきましょう。はい。というわけで、X っていう量子ゲートについて見ていきます。ちょっと覚えてるかどうか分かんないですが、量子ゲート前回6種類紹介しました。XYZ、HSR っていうのを紹介したんですが、その X でございますで。この X はどんな量子ゲートだったかっていうと、はい、書きました。 コテンゲートのノットみたいに0を1にして1を0にするこう否定っぽいやつだったんですよね。で、これ実はね、行列で表せるんですよ。行列で表す前に、まずこれがベクトルではどういう意味なのかっていうのを見てみます。はい、書けました。0っていう量子ゲートは 1×0+0×1 だったんで、10っていうベクトルで、1っていう量子ビットは 0×0 たす 1×1 だったんで、01っていうベクトルになりますよね。というわけで、x はこの式見てやると、10を01にしてるし、下の方はこれ左右逆になってて、01を10にしてます。これ実は行列を使うと、はい、書きました。x っていうのは、0110っていう行列で表すことができます。どういう意味かっていうのを一応書いておくと、はい、書きました。 この0110っていう行列に10をかけると01になるし01をかけると10になるんですよね。あ、この計算、はよくわかんないと思う人はぜひ私が今出している線形代数のシリーズの1本目2本目あたりを見ていただくとバツッと解決するんじゃないかなと思います。というわけで、量子ゲートを量子ビットに作用させるということを行列をベクトルに掛け算するっていうふうに表してやることができます。で、 こんな感じでですね、x 以外の量子ゲートも全部行列で書くことができます。書いてみると、こんな感じになります。はい、書けました。まあ、こんな風に表せるというか、まあ、これが実はこの6種類の量子ゲートの定義ですよって言ってもいいんじゃないかと思います。はい、今言ったことを書きました。今からちょっと脱線します。 いや、実はね、この時点でめちゃめちゃ面白いんですよ。この X と Y と Z が、ああ、パウリのやつになってるって気づいた人いるかもしれません。これがね、掛け算するとどんな関係があってとか、いや、スピンがこれでなんか、うわー、みたいな。 なんかそういうめちゃめちゃ面白い話があったり、実はこの X から R まですべてユニタリ行列っていう特別な行列になっております。これがね、ユニタリであるってことが量子力学と本質的に関わっていて、ゲートは絶対ユニタリになるし、てか逆にね、ユニタリな行列じゃないとゲートになれないっていう、なんかそういう性質があったりします。いや、楽しい。いや、これと絡んでね、エルミーとかどうのこうのとかね、まあそういう面白い話はめちゃめちゃあるんですが、 はい。この動画シリーズではそういうの全部すっ飛ばします。まあ、今言った話詳しく知りたい人はぜひ量子力学を勉強してみてください。この動画シリーズでは量子超越性はとか、重なわせの原理って何なのよっていうのに最短でいくことを目的としています。なので、まあいろいろ面白いんですがそういうのばっさりカットして、はい。今回の動画シリーズではこの H だけと、まあめちゃめちゃ、 てていいいいくこことによっろろ遊んでいこうかなと思っております、まあ、他のは、まあ、気が向いたら量子力学入門中級みたいな感じで作ろうかと思いますがともかく今回のシリーズはこの H っていうのをやります。でこの H 実はアダマールゲートと呼ばれております。今回のシリーズの核になるので次の黒板でこの H が一体何者なのかそれをねズバッと見ていきたいなと思います。はいというわけでここからはアダマールゲート H と仲良くしていきたいなと思います。 でここでの目標はズバリこここちらでですははい書きましたここ H0 とか H1 を計算することによって H がどんな雰囲気なのかっていうのをつかむとともに量子計算ではどんなことが行われどんなことが起こるのかそういうのをね見ていきたいなと思いますじゃあ何はともあれ早速1つ目 H0 から計算していきましょうはいというわけでこの H0 の計算法を紹介します さっき量子ゲートは行列で紹介したので、一回ベクトルの世界に行って、そっちで計算するってことをやります。まずはこの2つ、ベクトルの世界に持っていきましょう。はい、するとこんな風になるんじゃないかと思います。A1 っていうのは行列では√ 2分の1、111-1で、0っていうのは10でしたね。で、これ普通に行列の掛け算やってやります。すると、はい、かけました。今度はこの結果は√ 2分の1倍の11っていうベクトルになると思います。 計算ができて、最後のベクトルが得られたら、このベクトルを量子ビットに戻します。やってみますね。はい、こんな風に戻せました。まあ、ルート気分の1倍の11ってベクトルのやつなんだから1、1×0 足す 1×1 をルート気分の1倍してやりました。というわけで、これで計算が完了です。H0 っていうのはこれになります。まとめを書いてみると。はい、書けました。H0 っていうのは、ルート気分の1倍の0足す1で、 まあこカッコ展開してやるとルート2分の1倍の0を足すルート2分の1倍の1というふうになります。いやー、どうですか面白くないですか、ちょっと。普通ね、古典計算機で古典ビットに古典ゲートを作用させても、まあ、0か1かにしかならないんですよ。ですが、今回、もともと0っていう量子ビットは、これ、観測したら確実に0になりますよっていう、そういうやつだったのに、H っていう量子ゲートをかけてやったら、これ、0と1が確率半々の、いかにも量子計算っぽいものに化けてしまうんです。 こんな風にね、もともとしっかりしてたものが確率的な存在にふわふわんとなっちゃうっていうのが量子計算の面白いところじゃないかなと思います。今言ったことを書きます。はい、書けました。こんな風にアダマールゲートを0っていう量子ビットに作用させてやると確実に0だったやつが0と1半々のやつになっちゃいます。はい。じゃあこれ1の場合はどうなるんでしょうか。今から私の方は黒板でダーって書いちゃうので、もし自分でやりたい人はここで一時停止してみてください。んじゃ。 書きますはい書けました h1 の場合も左側と同じことをやってありますまずこの h1 っていうのをベクトル表現に持っていきましょうすると h がルート √1 111-1で1っていう量子ビットは01になります この行列の掛け算を計算してやると、ルート2分の1かける1マイナス1になるんで、これを量子ビットに戻すんだったら、ルート2分の1、括弧、1かける0、引く1かける1と、まあ、こんなふうになるんじゃないかなと思います。というわけで、左と同じようにまとめてやれば、こんなふうになります。いや、こっちも面白くないですかこっちもスタートは1っていう量子ビットで、これ観測したら確実に値が1になるものでした。 S ですがこのアダマールゲートを作用させてやると、これもね、前回見ましたよね。結局0と1の確率が半々のものになっちゃうんです。というわけで、H っていうアダマールゲートは0と1を混ぜちゃうっていう、そういう作用だと思うことができますよね。今言ったことを書きます。はい、書けました。今言った通り、確実に1だったものが0と1が半々のものに変わってしまいます。というわけで、 下に赤でまとめていますが、アドマルゲート H っていうのは、0と1を混ぜる存在なんだよっていうふうに言うことができますよね。はい。ですがね、ここで終わらないのが量子計算の面白いところなんですよ。こいつらにもう一回 H かけたらどうなるでしょうかそれを次の黒板で計算してみたいなと思います。ほいってわけで、H をもう一回かけてみましょう。何を計算するかっていうと、はい、こいつでございます。H の2乗の0。 つまり、0に H をかけたやつに、もう一回 H を作用させると、こいつを計算しています。やってみましょうか。まず、この H0 っていうのは、こんなんでしたよね。はい、こんなものでした。で、今、量子ゲートって、裏側では行列だったじゃないですか。なので、こんな計算ができます。はい、かけました。 もともとは H っていうのをこの足したやつにポンってかけるやつだったんですけど、実はこれ、一個一個にかけて最後に合計すればいいですよっていう風になります。で、この数字倍っていうのも、まあ行列だったら数字倍と行列倍順番逆にしていいじゃないですか。というわけで結局、H を0にかけたもののルート二分の1倍と、H を1にかけたもののルート二分の1倍っていう、この2つの合計が H2 乗の0になります。はい。というわけでこれ計算してみると、 はい、こんな風になるでしょう。ここからここは書き換えただけです。H を0に作用させたものは、ルート2分の1倍の0ロラす1で、H を1に作用させたものは、ルート2分の1倍の0-1でしたよね。で、頭にルート2分の1が2個あるので、まとめて2分の1にしました。あー、やばいやばい。ここはマイナスですね。すいません。で、ここを見てやるとですね、なんとこの1と1が打ち消し合っていなくなるんですよ。というわけで、 いなんと、この2分の1と2分の1の0の方が合計されて、0に戻ります。というわけでですね、1回 H をかけられちゃって、0と1確率半々になっちゃってたやつが、なんともう1回1かけるとね、0だけのやつに戻るんですよ。これちょっと面白くないですかはい。というわけなんでございます。 これじゃあ1の方どうなってるんでしょうか私また黒板で計算しますので自分でやりたい人はぜひ一時停止してみてください。じゃあ1の方をやってみます。はい、かけました。どうでしょうか結論から言うと、H を2回1にかけたら1に戻ります。おお、すごいですね、まあ。細かく見てみましょう。これ0を1にした 変わったのはどこかっていうと、ここですね。h の1っていうのが、2分の1倍の0引く2分の1倍の1になってるんで、ここがマイナスになります。その影響で、ここがマイナスになって、ここがマイナスになって、ここがマイナスになります。で、さっきは1同士がこのプラスとマイナスで打ち消し合ってたんですが、今回、ここにマイナスがあるんで、0同士が打ち消して、1同士がこのマイナスとマイナスでプラスになって、強め合います。その結果、1っていう結果が出てくるんですよ。というわけで、 はい、書けました。まず H の2乗の1の計算を見ることによって、この0と1がね、半々で混ざっちゃってたものが、なんともう一回 H をかけると1っていうやつに戻ります。というわけで、これもともと確率50%ずつで0と1が混ざってたものが、なんか H をかけるともう一回0だけとか1だけに戻すことができるんですよ。というわけで、赤で書きました。アダマールゲート H っていうのは、混ざっちゃった0と1を分離することもできるんですよね。いやー、なんか面白くないですか 普通ね、もともと純粋だったものが、なんかベチャーって混ざっちゃったら、またこう一個一個より分けるなんてこうできなそうな気がするんですけど、でもね、やっぱこれが量子の面白いところというか、量子状態、量子ビットの面白いところというか、この場合はね、戻すことができるんですよ。で戻すときに大事なテーマがここ。はい、見てくださいよ。左側ではこの1と1が打ち消しあって消えて、0と0が強めあった結果、0だけが残ります。 で逆に左側では、0と0が打ち消し合って消えて、1と1が強め合って残るんですよ。なんかね、まさに波の干渉みたいな感じのことが起こって、こうなるんですよ。ね 量子ちょっと詳しい人は波動関数なんての聞いたこともあるかもしれないですが、まさにそういう感じのノリでね、波と波が打ち消し合って、0成分が打ち消し合って1になるとか、波と波が重なって 1, 1成分が強め合って1だけ出てくるとか、なんかね、1回混ざっちゃったものがそんな感じで、ピュッとどれかになるみたいなことが起こったりします。 これがね量子計算のめちゃめちゃ面白いところで今回のシリーズでもポイントになるまあ伏線を今貼りましたのでこの回収がねいつ来るのかっていうのを楽しみにしておいてくださいじゃあ今日の動画ここで最後まとめを1個書いてみましょうはいギリギリですがまとめ書きました量子ビットはベクトルで表すことができるよねーっていう話をしましたアルファ0とスペータ1をアルファベータっていうベクトルにしてました で、これを使ってやると、量子ゲートっていうのは行列で表すことができます。例えば、x なら0110、h ならルート基の1111-1と、そんなやつでございました。で、このアダマールゲート h っていうのは、0と1を混ぜたり、分離したり、その背後には波が重なって強めあったり弱めあったりみたいな、なんかそんなものがございました。さあ、伏線たくさん入りました。次回まで準備して4回目すごいことになろうかと思います。というわけで今日の動画はここまでです。 今日もご視聴ありがとうございました。いつものように面白いなと思ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。私こんな感じでどんどん面白い動画出していきますので通知をオンにしておけば通知が来て便利かなと思います。また質問、コメント、感想などありましたら下のコメント欄とかツイッターもやってますんでそっちを見ていただければ嬉しいです。あと最近ボイシー始めました。ボイシーっていうのは音声メディアでなんかこう言葉だけでね私バーっていろんなことを発信しております。で、最後。 でーん、本書きました。はい、こちら好評発売中でございます。本書を取れたデータ分析のための分析モデル入門。もしよければ、ぜひ見てみてください。というわけで、今日の動画はここまで。じゃ、バイバーイ。サムネ自撮り。あー、いいね。映えそうな自撮りじゃないや。サムネが今日も取れそうです。じゃ、今日はここまでです。次回、関数っていうのをね、量子の世界で表してみようと思います。お楽しみに。 Bye bye.